どうも皆さんこんにちは、ゆりです。というわけで本日もホグワーツレガシーのモッド紹介していきたいと思います。本日紹介するモッドはですね、生徒といつでも決闘ができるモッドでございます。はい、というわけで、このホグワーツレガシーではね、基本的には生徒を攻撃することってできないんだけど、このモッドを使うと、決闘っていう形で生徒にね、攻撃を与えられるようになるということで、ちょっとじゃあ早速やっていきたいと思います。でね、基本的にはかなりの数の生徒に対応してるとのことなので、多分ねこの辺の生徒でもいけるはず。追従時間よライバル。これダメだ、頭の上にね出るはずなんだよね。あ、出た出た、スタートさ、デュエル。そう、こんな感じで生徒に話しかけるとデュエルを開始することができるらしい。あー、で待って、チューズアースアリー、これあれだ、仲間だ。そう、なんかね 10% の確率でこういう感じでね、仲間を見つけることができるらしい。だから仲間に話しかければ一緒にねデュエルしてくれる時に、共に戦ってくれるみたいな感じらしいです。まあいいや、とりあえず一旦一人でちょっとこの人と戦ってみようか。じゃあデュエルスタート。おっ、スリザリンの生徒上に出てきた。あ、キャ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 、あ、ちゃんとシールドも貼ってるし、ここで戦うんだちょっと待って、ごめんね、なんか練習中に。じゃあまず普通に凍らせておうおうおう、すげえ、ちゃんと攻撃できる。じゃあ普通に倒そうか、弱弱。そうでね、そうしたらこれで実はウェーブ制になってて、ウェーブがね4まであるんだよね。でウェーブ1が終わると、次ウェーブ2で2体の敵が出てくるようになるの。よいしょ。そうなので、まずこれもじゃあ倒しちゃうか。おまだ生きてるね、しぶといね。OK。でこれが終わると次ウェーブ3です。はい、ウェーブ3は3人のランダムな生徒がね出場していきます。出場、うんあ、でも楽しい、意外と戦闘が下手なんだよな自分。 OK。 あ、でこいつまだ生きてるか。 OK。 でね、これが終わると次ウェーブ4はランダムな先生ってことで、これブラック先生とヘキャット先生と、これはフォーミン先生、あともう一人はいないな。本当はもう一人いるはずなんだけど、どっか行っちゃったね。あ、そっか、てかさ、あれだ、マットでさスペル無限に使えるやつ入れてんだ。さあ、オッケーオッケー、コッパみじん。さあ、これで全部やったかな。あ、マントだけ残ったマントだけ残った、あ、消えてた。はい、こんな感じで、最初に話しかけた生徒がウェーブ1で、次にランダムの生徒が2人、次にランダムの生徒が3人で、最後ウェーブ4でランダムな教授が4人出てくるっていうね感じになってます。すごい、これだからほんとどこでも戦えるって感じだね。じゃあ普通ちょ校内で戦ってみるか。はい、じゃあね、中央ホール来てみました。中央ホールだったら生徒もいっぱいいるし、ここだったら戦えるんじゃない。あ、いけるいけるすげえすげえ、校内でいけるぞこれワンチャン。じゃあちょっとさ、次仲間探そうか。 10% の確率って言ってたから、別に 10% なら割とすぐ見つかると思うんだけどな、こんだけ生徒いるし。あ、いた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 、オッケー。じゃあこの、これ誰、これレイヴンクローだね。じゃあこのレイヴンクローのこの生徒をね、あ、これ男か、あ、女だと思った。男のこの生徒をじゃあ仲間にして、けどこれで仲間になったんかな。え、待って、でもこいつとデュエルができる、ちょっと待って、よくわかんないんだけど、とりあえず一旦別のやつにデュエルを申し込んでみるか。お、これで一緒に戦ってくれる。あ、全然戦ってくんないわあ、全然戦わないじゃん。どういうこと、あいつにやっぱ話しかけた方が良かったから。 OK。 じゃあ、これで倒して、次ランダムの生徒が2体出てくるこんなさ、校内でやっちゃダメだから、こんなの。 OK。 で次がランダムの3体だね。こうやってさ、変身術使ったらどうなんだろう。生徒って変身術使ったら何になるんだろうね。でこいつに変身術使ってみるか。いきます。お、お、すげえ、かぼちゃになる。え、生徒もちゃんと変身術で変身すんの。だってさ、え、本編とかで普通に生徒に変身術使うことってあったっけ。ちゃんとここまで用意されてんだ。で待って、こいつ倒さないと多分次のウェーブ進まないね。おっ、 OK。 でラストウェーブ4がランダムの先生。 OK かな、これで全員倒したかな。いや、まだあいつが生きてる。 OK。はい、というわけで、学校の中でもちゃんと戦うことができましたね、生徒と。次は、寮の中だったらいけるかな。どこの寮にしようかな。レイヴンクローにするか。レイヴンクローの談話室で、確か生徒結構いると思うから。さあ、来た。ここで、生徒に話しかけて、ちゃんと戦えるかどうか。あ、待って、いけない？あ、いけるいけるぞ、これ談話室でもいける。マジか。めちゃくちゃ迷惑なやつじゃん。
じゃあこいつでいいや。うん。こいつでいいや。じゃあお前に決闘申し込もう。お、いけんの？お、いけるいける、すげえ、ちゃんと戦える。待って、周りの生徒がなんか一瞬消えたけど。あ、すごい、ちゃんと出てきてくれるじゃん。やばい、もうみんな燃えてる。周りの生徒が一切の関心を示さないんだけど。あ、でも待って、寮の中だと攻撃避けるとかできないんだけど。やばい、それは想定外。あ、ちなみにね、許されざる呪文は使えないんだよね、残念なことに。やばい、オッケー、勝った。うん、そっか、寮の中だと避けるができないのか。走るはできるけど避けるができないのか。こんな感じでホグワーツの中にいる生徒とも、まあ、デュエルができるようになるということで。じゃ、逆にホグズミードにいる生徒、あいつらにも決闘申し込めるか、ちょっとホグズミード行ってみましょうか。はい、ということで来ましたが、いるよね多分生徒。割と見かけると思うから、いると思うんだけど。あ、いるね。こいつらには話しかけられるか。待って、え、こいつ仲間になるの？え、これ生徒じゃなくない？あ、じゃあこいつ仲間にしとくわ。こう町の人仲間にできたっぽい。こいつと一緒に戦いたいけどさ、生徒がいないんだよね。でも、あ、いや、いた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 。あ、あいつはいけそうな気がする。これ猫仲間にできないかな。これ無理か。あ、いけるね。オッケー。じゃあちょっとこいつと、デュエル。で、さっきの町のやつが共闘してくれないかな。あ、いないね。よいしょ。あ、待って、ガーリック先生まで来たんだけど。ちょっとガーリック先生攻撃するの嫌だな、なんか。ガーリック先生すげえ。え、ガーリック先生ちゃんとこのカミ白菜みたいなやつ出してくるやん、ちゃんと攻撃で。うわ、すごー。ちょ、待って、髪の毛だけ残った。うわ、すごい、ちゃんとこうやって使ってくるんだ、賢いね。ガーリック先生が来たらさ、もう一回あれしたいね、ちょっと観察してみたいね。さあ、あ、来た来た来た、ガーリック先生。ちょっとガーリック先生だけ残そうか。他の先生だけ先にぶち殺して。さあ、これで OK かな。ほら、ちゃんとこのなんだっけ、これカミカミ白素で合ってる。お、出してきた、すげえ。2個目も出した。他は？他にも出す？よいしょ。やっぱ白菜しか出さなそうだな。しかも攻撃してこないしね、これ。これ出すはいいけどさ、全然攻撃してこないからさ、これ無力なんだよな。ちょ、とりあえず出してみましたみたいな感じになってるけど。まあ、いや、ごめんね。よいしょ。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。生徒と決闘ができるモッドでした。このモッドで遊んでみたい方はぜひね、概要欄のリンクからダウンロードして遊んでみてください。というわけで、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画も見てください。バイバイ。